蜘蛛の糸芥川龍之介よっ待ってました <laughs> ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でブラブラ笑う気になっていらっしゃいました。池の中に咲いてる蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある黄色の水からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりあふれております。そそれでそれでで <laughs> 極楽はちょうど朝なのでございましょう。 やがてお釈迦様は、その池の縁におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の花の間から、ふと下の様子をご覧になりました。その極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して、三頭の川や春の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきり見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神タという男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が、 お目に止まりました。この神田タという男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪女働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申すのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、炉端を張っていくのが見えました。そこで神田タは、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いやいや、 これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらあんでもかわいそうだ。と、急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神棚には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。 幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀糸の色をかけております。お釈迦様は、その雲の糸を外手に踊りになって、玉のような白ハスの間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐそれをおろしなさいました。ドンど、ど<あ>、<ド>どんム。 こちらは地獄の底の血のの底血池でで他の罪人と一緒に浮いいいたたりり沈んだりしていた神田太でございます待ってました何しろ、どちらを見ても真っ暗で、たまにその暗がりからぼんやり吹きが,がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の絵馬の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上辺りは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、 ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。短足短足 <laughs> これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄の攻め苦に疲れ果てて鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神田田もやはり血の池の地に結びながらまるで死にかかった蛙津のようにただもがいてばかりいました。ところがある時のことでございます。 何気なくカンタタが頭を上げて血の池の空を眺めますとそのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんかカンダタはこれを見ると思わず手を打って喜びましたこの糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄は抜け出せるのに 違いございません。いや、うまくいくと、地獄へ入ることさえもできましょう。あ、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山を追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田タは、早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、 ここういういいいとには昔から慣れきっているのでございますしかし地獄と極楽との間は何万里となくございますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られませんややしばらく登るうちにとうとう勘だともくたびれてもうひとたぐりも上へ登れなくなってしまいましたそこで仕方がございませんからまず一休みするつもりで糸と途中にぶや下がりながらはるか目の下を見下ろしました すると、一生懸命登った階があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この文で登っていけば、地獄から抜け出すのも、損害わけないかもしれません。神田田は、両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、 しめたしめた、と笑いました。ところが、ふと気づきますと、雲の糸の下には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで、アリの行列のように、やはり上上へ、一心によじ登っていくではございませんか。神田タはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開けたまま、目ばかり動かしておりました。自分一目さえ蹴れそうな、 この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょうもし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへ登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも罪人たちは何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うよいよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、 一列になりながら、せっせと登って参ります。今の中に、今の中に、どうにかしなければ、糸は真ん中から二つに折れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで神田タは大きな声を出して、こら、罪人どもこの蜘蛛の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、 急に神田とのぶら下がっているところから、プツリと音を立てて切れました。ですから神田ともたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてまいりました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の途中に、短く耐えているばかりでございます。 どどどどんぐりへむお釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて神棚が血の池の底へ石のほように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたブラブラお歩きになり始めました。 自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田との無慈悲な頃がそうしてその頃相当な罰を受けてその元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様の目から見ると浅ましく思われたのでございましょう待ってましたしかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしませんその玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうを動かして その真ん中にある金色の髄から何とも言えない良い匂いが絶え間なく当たりあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。芥川龍之介で雲の糸でした。 はい芥川蜘蛛の糸いい話じゃないですかねうんいやでもなんか一家で喋ってると疲れんな <laughs> <laughs> どんどん成美さん目がホわーンってなってってますね、うん、ホワーンって疲れるね読んでるとね難しい漢字よく使ってんねまあ昔のうんあれでも 教訓にあふれててるよね芥川雄之介ってはいこちらは何かといいますと芥川龍之介のくも児童向け短編小説「雲の糸」でございます1918年に発表されましたもう100年前で、はい、100 102年前の作品だから著作権が切れてて青空文庫で公開されてるっていうねです何しても構いませんそう読んでみたっていう感じですけどで読んだんですかね、うん、なんか読めっていうお達しが <laughs> <laughs> <か> <laughs> 正確に言うと「裏どんぐり」はい、はい フェムのコミュニティがありましてそこでお便りというか,なんか提案があったんですよね,すね、うん、で確かにそれは面白そうだなと思ってやってみた次第でございますこれさ夜ベッドの中で聞いたら寝れるでしょ寝れそうどんな不眠症の人も寝れると思うよ寝れそう、うん、読んでて眠くなったからねただですね、はい 読んでて眠くなったででしょも始まった瞬間あれですよ、待ってましたとかあれ、なんなのあれ、やばくないですか。相当うざいかったんだけど、あれ、読んでて。いや、なんか、ああいうのっているかなと思って、寂しいかなと思って。それかがとしたみたいな人がいたけどね。ほら、この、録音しこいつ、こいつ。うざいわ。 うざいな収録しながらさっき収録したの聞くっていうまあなんかまたやりますかこれそうですね反応よかったらまたやりますか反応良いのかないや走れメロスとかねはあははあみんな誰でも知ってる作品とかいいっすねいいっすねあと芥川は基本的に短いのがいいっすねそうだねうんあのよく夏の夏休みの宿題でうん 読書感想文ででじゃないですか、うん、で僕、塾の先生やったんですよ、うん、大学生の時バイトで。で、いろんな中学校の生徒、小学校の生徒から、夏休み、宿題、こんなんでたって言われて、読書感想文書けないっていう子が多かったんですけど、まず、本選びの時に、アクターが選ぶと書きやすいんですよ。ああ、うん、教訓に溢れてますからね。ある、そう。全編教訓じゃん。うん、しかも、読書感想文の最も大事なとことって、本を読むことなんですよ。うん、分厚い本を読むより 芥川龍之介の3000字読んだ方が圧倒的にコストカットできるじゃないですかしかもその3000字の中のほぼ90%が一つの教訓にして書いてあるんでどんな読解力ない人でも書けるんですよ確かにどう考えても神田太の悪いところは誰が読んでもわかるじゃないですか、うん、羅正門でもそうだし、うん、全てのあの短い中に分かりやすい教訓が入ってるんで、うん、僕は神田太のようなことはしませんとかね、うん 言え何か僕あの本当リアルでアドバイスしたのは読者感想部にあれだったら芥川を読めしたら誰も書けるからっつってみんな書けるようになってましたよねいやそうっすよねそんぐらいやっぱ芥川ってすごいんすよねっていうか時代の洗練を経てきてるのでそうだよねよく言うのがこういった古文とまではいかないですけど昔からあるのが面白くなかったら「お前がバカだ」と「本は悪くない」いや本当そうだよね やっぱこの青空文庫にでもカットで残ってるようなさ名作ってどれも面白いんだよね、うん、面白いそれが分からないのはお前がバカだというのをうす、ね、いや芥川龍之介だい3,000文字2,000文字とかでこのクオリティですからねまあさすがになんかちょっと多分ね漢字とかはもう少し変えてってもいいのかもしれないですけど、うん、今とは時代が違うんでねでもすげえよなっていうか成美さんが書いた松屋の記事が200年100年後、うん、にん 見られてると思います思思うれってるんだけどすげえよなやっぱ時代の洗礼を経てるのはやっぱすごいで、うん、すね、えー、そういうわけで次回は古<お>関ゆうで食べられログを朗読します<お> <laughs> いいのいいの